ぴょんぴょんぴょん。コンクルージョン。僕ほら、ゲイリーの山線香紹介します。大好きなんですけど、初めまして。ゲイリーの山線香大好き、はい、ゲイリーファミリーのエジリープロです。エジリーウマと申します。よろしくお願いします。ファミリーでちょっと一緒になって、若手のプロの中でものすごくその活動意欲というか、そういったものを含めて期待をしているプロで持ってきて、はい、自慢の線香ボックスを。すごいよ僕の子を見てくださいっていう違う企画になってきたぐらい山線香ボックス、山線香ボックス、これがエジリプロの山線香ボックスです。僕が、まあ、これがサインチファットだね。山線香、まあ、これはあくまでこの辺のカラーラインナップにして、ロレツが回ってないね、まあ、似てるけどこの辺はちょっと違うね、はい、どう違います。僕はね、グリパン持ってないです。グリパン持ってない、はい、297。あ、こっちはグリパンちょっと持ってるけど、はい、単純に在庫がこれしかなかったから使ってるだけで、グリパンは使わない、はい、へえ。みんな使うじゃん、まあ、みんな使うっすけど、でプロ線香はやっぱこれが一番好き。こう半ソルのラミネートっすよね。そう、でも山線香4インチはこんなラミは使わない、はい、僕これ逆に春だけなんですよ。キュウリみたいなやつ使ってる。あ、もっと濃いやつですね。こっちが白じゃなくて、うん、でこれもこれ見たことない、初めて見た。ワカサギからあるんだこれの4インチ。そう、これの4インチ僕好きです。初めて見た。あと1番363。これね、今線香縛りで持ってきてるわけじゃないから、山線香縛りじゃないからこれなんだけど、これね、明日の取材用ワーミングボックス山線香、うん、ここまですごい。山線香ナンバーワン大好きカラー、これキュウリ。キュウリ、キュウリ。カラー番号は何番になるんですか。9…違うね906。906、キュウリじゃなかったね。でも結構キュウリに近いよね。キュウリに近いですね、確かに。へぇ、このカラーキュウリ、でもキュウリ最高で、はい、内山線香、上位内山線香で一番好きなカラーが、一番好きだから絶対持ってきてると思うんだけど、一番好きと言いつつ持ってこない時もあるからね。そういうの積んでるっていうのがね。これはね、限定色出たカラーで結構夏は好き。夏、うん、秋に出た限定色ですね。確かなんか夏から秋にかけて水が濁り出す時にね、結構使うかな。去年使ってよく釣れたの、そのコパーのね、ラメがすごく良かった。で、一番好きなカラーはこれです。じゃん。おお。カラー番号わからない。それ何でしたっけ。今ね、ゲイリーのホームページでバーコードさえあればアプリで確認できるんだけど、その大肝心なバーコードない。バーコードがないっていうね。バーコードだけでもあれば分かったのに。これ、このカラーが一番好き。一番好きすぎて、多分いっぱい持ってるから、もうカラー番号とか関係なしに、このカラー一番好き。あ、うん、これ異常に好き。これバラしたくなかった、実は。あ、もうトップシークレットっすね。もう、他の人と被るのに山線香使うときはこの色って、自分で、実はね、いろいろ決め事があって、僕の中に。まあ、色は人と変えていきたいんですよ。今月のバザーさんにもちょっと書いたんですけど、うん、なので例えばなんですけど、レッグワーム、まあもちろんいい色いっぱいあって、最初みんなレッグワームをそんなに投げてない頃はやっぱりいい色から僕は使っていってたんだけど、今レッグワームって誰もが投げるじゃないですか。なので、ここはね、レッグワーム、ね、今一番使ってる、これも言っとけばエジリ君が真似しないであろうと思うんですけど、これスモークルートビアグリー&コパーっていう、これがエビ食ってる時に効きません。このずっと効くよこれ。僕逆に、うん、秋からは306のナチュラルシャット、うんうん、ナチュラルシャットも釣れる。だけどますよ、ね、このカラーはみんなと被らないから一番好き、だからこれが一番ゲイリーから送ってもらってる。被してやろうじゃん。いいよ、釣れるよナチュラルシャットももちろんあるよ。ナチュラルシャットだってもともとレッグアーマリなかったから。そうですよね、コモリさんが、うん、稲穂食いの時にすごい効きますよね。効く効く。ベートサイズがこの2色が超おすすめで、悩んだらもうあのいつものこれ、このファンタグレープ。ファンタグレープ、ちょっと違うカラーも入ってるファンタグレープ、うんうん、この3色あればレッグアーマリ、あと黒かな。ちなみに僕の勝手なイメージですよ、うんうん、僕の勝手なイメージは小森さんのレッグワームって、うん、341がダークブラウンブルーギル、うん、あの当初、まあ、年間取った時とか、うん、すごい使ってたイメージがある、うん、今こんなの入ってないんで、すごい今裏切られた気持ちになってます、ね、うん、持ってきてもいない。あれみんな使うんだもんあれ、ね、ということで、うん、色を変えてるってことですね。そう、341がこれでしょ。この色に関しては誰かゲイリーのファミリーがこれが一番好きって雑誌に書いたから、もういいや俺嫌いまあ釣れなくなったわけじゃないですもんね。全然釣れるよ、はい、これね。もういい、あのこれはもう俺のものじゃなくなって他の人の女になっちゃった
僕ね結構この341とか釣れるよね。そう、青ラメと霞水系青ラメすごい効くんだよね。グリーンラメとか。たださ、うん、手島は気づいてると思うから言うけどさ、はい、7月までだよね青ラメ釣れるのね。うん、まあ効果があるなって感じになる。梅雨明けまでですよね。ないね。8月、7月暑く、うん、梅雨明けて暑くなってきたらアオラメ効かなくなります。そんなにアオラメが釣れるかっていうと、はい、でもその前は異常に釣れるから。異常に釣れますね、うん、その時期は使いますよ。今夏なんでこのカラーは、うん、持ってきてない、うん、この白魚カラーもよく釣れました。釣れましたね、今年の春、うん、超釣れた。トモニさんとかまずこれだけでオールスター勝っちゃうんじゃないかな。いやワーミングの大会じゃなかったからね。そうですね、あの大会は。で、先行に話戻そう、はい、山先行に話戻そう。山先行4インチ山線香だったりね、3インチ山線香。そう、山線香に話を戻すと、パッとは、僕は取材に持ってきてないってことはないと思うんだけどなんてね、おじさん忙しいんだよ。あと僕先週確か桧原湖で小森さんと会ったはずなのに、うん、また今週も、そう、多分来週も桧原湖で会うんじゃないですか。そうですね、これこの後野尻湖で回るかもしれないよ。ですね、うん、なんか最近小森さんとばっかりいるな。やだな、付き合ってるって噂が出ちゃう。やばいな。これファットファット、うん、ファットこの2色が多いな。ウォーターメロン、うん、そうですね、ダークブラウンブルーギル、うん、これも水に濁れて変えていってるから、濁ったらちょっとやっぱラメ入れたい、うん、はいはい。でラメの入ってるのがこれの丘だと、はい、確か、あれしかないんだよね、あの赤ラメの。赤ラメの、そうですね。これだ、ネビ味噌。これちょっと今切れちゃってるけど、はい、ネビ味噌しかなくて、はい、その3色を使い分けてるから、はい、濁ったらラメ欲しい。逆に僕が3インチファット山線香は基本シナモンとグリバンブルー。若い選手シナモン好きよね。シナモンも亀山とかすごくないですか。まあ、高滝の上流とかで、うん、異様に反応するときあるじゃないですか。ゲイリーのシナモン知らないから持ってないんだよ。小森さん知ってると思ったのに人の話聞かないとだから。シナモン持ってないよ俺。シナモンとかなんか霞でもシナモンコーヒーとか大好きなんだけどね。シナモンコーヒーとは知らない。シナモンコーヒーにシナモン入れて飲むやつだよ。あ、おしゃれですね小森さん。見かけによらず。なんで？え？おしゃれだよ。小森次行こう。おしゃれ、俺からおしゃれよ。俺からおしゃれを取ったら何も残らないよ。確かにそうかもしれない。小森さん、はい、暑すぎてちょっとキレが悪いです。キレがもうちょっと暑いですよ。桧原湖がすごい綺麗ですよね。投げやりなコメントで。僕の山線香は私の将来。江尻さん、はい、じゃあ。山線香について語ってもらいたいんですが、はい、このフリーリグとかやるの？さっき聞きましたけど。フリーリグは、うん、あのめっちゃ使います。あの一番、まあ、僕の線香の一番いいところって思うに、フリーフォールとかした時のアクションがすごい秀逸、うん、アクションアクション、まあオフセットフックだったらそのまま水平フォール、うん、マス張りワッキーだと 両サイド震わせてフォールしていくんですけど、うん、例えばどうしても風が強い時とかでも線香、僕線香好きなんで、山線香が好きなんで、はい、その山線香に頼りたい時があるんです。風とか強くて、そういう時が僕の中での山線香のフリーリグの出番です。特に霞水系とか、まあ、風が強いけどちょっとライトリグ、ライトなものを扱いたい時とかに、その山線香特有の脳進化アクションを使いたいけど、脳進化単体だと風が強くてラインメンディングがしにくいって時に、あえて進化がフリーになるフリーリグにして、先にまあ進化があるので。あ、なるほど。アプローチを先にしちゃいたい。そうです。アプローチ優先でのフリーリグです。山線香のフリーリグは、それはまあウエイト3インチファット山線香でも3インチ山線香でも変わらず、だいたい一番基本ベートで使います。ベートで軽くて 1.3g、 1.3 からまあ、霞ヶ浦でいうマックスで 3.5g ですね、僕が使うのよ。まあ、フリーリグとしては軽いよね。軽いっす、はい。まあ、これがもし、ね、桧原湖とかでのフリーリグとかになると、7g、5g、7g、10g ってだんだん使い分けていくんですけど、まあ、霞ヶ浦平均水深も浅いので、基本軽いウェイトが多いです。なるほど。ちょっと今の釣りは見てみたいですね。はい、そんな軽いフリーリグで、しかも山線香って、はい、僕は見たことないんで、はい、僕も脳進化、はい、あるいはテキサスリグ。ああ、テキサスリングもすごいいいですね。それかジュゲットワッキー、その3択なんですよね。はい。で、まあ、ジュゲットワッキーはほとんどやらないんで、はい、まあ、ほぼノーシンカーか、はい、テキサスリグ、うんうん、まあ、テキサスリグはすごい実績があるんで、はい、でも最近はカバーネコやっちゃうから、あ、ストレート系のテキサスリグはあんまりこう山線香やらなくなったかなと、はい、むしろノーシンカーと使い分けしてるなっていう感じはあるんで、はい、
まあ、ほぼノーシンカーで使ってます。うん、であるいはジグヘッド、はい、オフセットジグヘッドを使って、はい、ボトムカバーに打ち込んでパンパンって適して使う使い方がちょっと一時マイブームだった時があって、はいはい、山線香に関してはそういう使い方もたまにしてたかなと。まあそれ以外ではあまりいいかな、まあくまでも多分僕と小森さんと僕の共通項としてやっぱ脳進化での進化、ね、進化フリーの時のアクションの秀逸ってことですよ ね、 ですね、はい、あとじゃあ投げた後そのアクション、はい、フリーの後のアクション、まあ、それぞれ流儀があってね、これも、はい、僕はこうツイッチしてからこうするんだとか、はい、ズルビックんだとかいろんな人がいるんでその辺が多分違うと思うから、はい、それはちょっと古城で対決をしながら見てみたいと思います。はい、じゃあゲイリー小森対イジリの山線香対決、はい、対決突然決まりました釣り香企画ただその前にもうあまりにも暑くて小森さんの顔がだんだん、そしてあまりにもお腹空いてきたんで僕は先ご飯にします。一回ご飯食べてから、はい、対決スタートで、はい、まあ、炎天下のいいんですよ山線香やるには。よろしくお願いします。はい、じゃあ一回休憩で、はい、休憩で、これ死ぬなこれ、これ死ぬなこれ